こんにちは、かほです。はい、今回はですね、もう季節は春ということで、春夏のコーディネートを皆さんにお見せしようかなと思っています。ただですね、私今年まだウェアを新しく買っていないので、自分の今持っているものでコーディネートをね、どんどんしていきたいと思います。やり方としては、私が気に入っているアイテムがあるので、それを紹介しつつ、そのアイテムを使ったコーディネートをね、どんどんお見せしていきたいなと思っています。それでは、スタートです。はい。まずは私のお気に入りのアイテムを紹介します。それがですね、こちらです。じゃん！こちらはマウンテンエクイプメントのナインレングスパンツです。実はですね、これは福袋を買った時にね、入ってきていたボトムスなんですね。こちらは色が深い、なんて言うんだろう、緑みたいな感じで、すごくね、いろんな服に合わせることができますし、ストレッチもね、すごい効いていて、履きやすい、歩きやすいんですよ。正直、福袋に入っていたものなんで、あんまりね、期待していなかったんですよね。なんですけど、すごくね、履きやすくてびっくりしました。あとですね、こちらのボトムスの好きなところは、体型がね、すごく出にくいんですよ。チノパンみたいな形をしているんですよね。体にフィットしすぎないので、ちょっと私、足そんなに細くないんですけど、これを着てるとね、あんまり足の太さが気にならないです。あと、これ、チャックが、はい、ついているんですよ。ここ、ポケットになってます。こちらは、春夏秋だったらね、結構どんな山にも使えるかなと思います。ちょっとね、着てみますね。はい、こんな感じでコーディネートしてみました。ザックもね、ちょっと背負ってみました。これは日帰りの登山をイメージしてちょっとコーディネートしてみました。ザックはこれ30リットルです。なんか、どこだろう、谷川岳とか行ってみたいですね。ボトムスがカーキ色ですごいね、濃いので、上はパステルカラーとかちょっと淡い色の方が綺麗にコーディネートできるかなと思います。このシャツのボーダーの中にこうグレーがね、入っているんですけど、そのグレーとザックのこのショルダーの部分のグレーをちょっと合わせてます。こうどっかの色とどっかの色をこうちょっと合わせておくとですね、全体的な統一感が出るので、私はそういうコーディネートが好きかなと思ってます。はい、もう一つこんな感じにもコーディネートしてみました。これはなんか北アルプスの重装とかちょっと想像しながらコーディネートしてみたんですけど、こうアームウォーマーでちゃんと日焼けとかからカバーして、ザックはね40リットルのザックちょっと背負ってみました。トップスとザックが色味があるものなので、ボトムスと帽子の色をカーキで合わせてちょっと統一感を出すようにしてみました。この T シャツもモンベルなんですけど、軽くて乾きやすいので私すごい気に入ってます。はい。では、続いてのアイテムいきます。それはね、こちらです。じゃん！こちらは、モンベルのストレッチ OD ラップショーツ、お値段4400円の商品です。私、本当にこれよく履いてるんですよ。こちらはですね、もうデザインがとにかく、まあ、可愛いですよね、まずは。カラーもツートーンになっていて、これ以外の色展開もすごくね、充実してるんです。デザインが可愛いだけじゃなくて、これね、結構ね、ストレッチとかも効いて歩きやすいんですよね。というのもですね、こちら、ピロッとめくるとですね、はい、ズボンになっているんですね、この下が。スカートじゃないんですよ。スカートだと足を広げられる範囲が狭くなってしまうので、足の動きが制限されてしまうんですね。ただこちらは、こう下がズボン状になっていて、これもね、本当にピラピラと動くので、足を大きくね、広げて登ることもできるので、すごくね、使いやすいんですよね。ではこれを使ったコーディネートどうぞ。こんな感じでボトムス履いてみました。このボトムスはアイボリーのような淡い色なので、上はねちょっとパキッとした色味で合わせてみました。本当にこうこんな感じで足を高く上げても突っ張らないですし、すごくね使いやすいんです。スカートの形なので一気にコーディネートがね女性らしくなりますね。はい、そしてちょっとね寒くなったらこんな感じで羽織物をね羽織ったりしてもいいと思います。全体はこんな感じですね。私はトップスは明るい色を着たいなと思っているので、結構ねボトムスは地味めな色、アースカラーみたいな色をね選ぶことが多いです。この感じの服装だったら、まあ、結構どこでもいけちゃうかなと思います。はい、それでは次に紹介する私のお気に入りアイテムはこちらです。じゃーん、
こちらはモンベルの山シャツですね。これはアウトレットで購入したので、はっきりとした値段は覚えてないんですけど、5000円くらいで購入しました。これは夏物の本当に薄いものよりはね、ちょっと分厚いくらいで、春や秋にね、活躍してくれるアイテムです。やっぱりシャツを1枚持っていると、登山のファッションの幅もうんと広がりますし、シャツはね、すごく使いやすくて便利なので、やっぱり1枚はね、あるといいなと思います。こちらは 100% ポリエステルなので、速乾性もあります。はい、ではこれを使ったコーディネートがこちらです。はい、シャツを着てみました。これはですね、ちょっと小屋泊で紅葉を見に行くイメージでちょっとコーディネートしてみました。もちろん寒くなったら上着は着るんですけど、歩いて言うとね、あったかいので、結構紅葉のシーズンでも私はこんな感じで歩いてますね。小屋泊を想定しているので、ザックはね40リットル背負ってみました。ボトムスは先ほど紹介したマウンテンイクイプメントのものです。そうだ、ごめんなさい、私今日ね靴は履いてないんです。さすがにね、ちょっと部屋の中なので靴は履いてません、ごめんなさい。次に紹介するアイテムはこちらです。じゃん、こちらはモンベルのライトワークキャップ、お値段2600円です。私がこれを使うのは、まあ軽登山の時っていう感じですかね。登山を本格的に始めようと思ったらですね、まあこんな形のつばが広くて紫外線から守ってくれるような帽子を購入される方もね、多いと思うんですよ。ただですね、ちょっと被るんですけど、これで高尾山とかに行くとね、ちょっと浮くんですよね。まあちょっと装備が大げさすぎるというか、少しだけちょっとまあ浮くかな、 あの人ガチな人なんだなって思われるかなみたいな感じですかね。なので私は高尾山とか軽登山をするときにはこういう帽子をね、被っていくことにしてます。こちらはウィックロンという素材なので、すごくね乾きやすいんですよ。そして形もこれ普通のキャップとは違って、こう丸い形ではなくて、こうここがねちょっと四角い形になってるんですよ。そこもちょっとね、おしゃれかなと思ってます。こちらは UV 加工もちゃんとされているので、私は外に友達と出かける時とかもこれたまに被ったりします。ピクニックとかバーベキューとか、本当にね、登山だけじゃなくて、いろんなところでね、活躍してくれるので、すごく気に入ってます。はい、帽子を被ってコーディネートしてみました。こんな感じでーす。これは高尾山とか、本当に軽登山、散歩みたいな雰囲気でちょっと、コーディネートしてみました。帽子がね、黄色のチェックで結構ね派手めなので、全体はモノトーンというか地味めな色にして、ちょっと帽子をね際立たせる感じにしてみました。高尾山だったらまあザックでもいいんですけど、まあ飲み物とか普通に売ってるので、まあこれくらいのちっちゃいカバンでもいけるかなと思います。はい、こんな感じのコーディネートもしてみました。黄色とブルーはね、結構合いますね。夏はちょっと日差し強いので、このキャップだとね、ちょっと心もとないというか、つばがあった方がもうちょっといいかなと思うんですけど、まあ秋とかだったらね、こんな感じの服装でもいいかもしれないですね。私はですね、こう柄物をコーディネートするときは、この中に入っている色をどこかに使うみたいな感じを結構しますね。これだったらこの青とザックを合わせるみたいな感じで、なんか今コロナで出かけられないんですけど、こういろいろ服を着てるとね、どん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 やっぱ外に出たい欲がね湧いてきますね。はい、次がお気に入りのアイテム、最後になります。それがですね、こちらです。じゃん、これは前動画でも紹介したんですけど、プライレットというブランドの山用のストールです。お値段が1万円です。こちらは群馬の桐生というところで作られているものです。なんていうの、リバーシブルっていうのかな。これ表面はグリーンなんですけれども、裏面ピロンと返すとね、グレーになっているんです。なのでその時の服の色味に合わせてどちらかをね、選んで使うことができるんですよね。で、こんな感じ。もちろんこうでもいいですし、これをちょっとね、キュッと中に、よいしょ、入れるとさらにこうちょっとしっくりくるというか、こんな感じになります。さらにですね、こちらはじゃん、こう筒状にねストールがなっているんですよ。なのでこんな感じでですね、こうスポッと被ることができるんですね。ちょっと被ります。はい、こんな感じですね。
で、こちらも、こう、くるっと180度回すと、グレーの方が出てくるっていう感じになります。ストールは、絶対にマストですっていうアイテムではね、ないんですけど、やっぱり便利ですね、あると。コーディネートも他の人とちょっとね、違う感じになるのもすごいいいと思います。ここでね、ちょっと手が濡れたらピュッピュッって拭くこともできます。手ぬぐいとしても使えるので。はい、こちらを使ったコーディネート、どうぞ。はい、ストールに合わせてコーディネートしてみました。こうね、白い T シャツに合わせてみました。で、グレーの面じゃなくてね、グリーンの面を出してます。そしてボトムスはこれ、モンベルのハーフパンツを履いてます。これで山に登るのももちろんいいですし、バーベキューとかもね、なんか、いけそうな感じのファッションになりました。もしももう少し派手な色の T シャツを着るときは、このグレーの面を外側に出すといいかなと思います。首元をおしゃれしてるとね、なんか、あの人ファッションのなんか上級者っぽいな、みたいな感じでね、見てもらえるかもしれないですね。はい、今回は私のお気に入りアイテムを紹介して、そのアイテムを使ったコーディネートもご紹介しました。もちろん山に登るだけでもすごく楽しいんですけれども、自分の好きな服だったりコーディネートで登ったらさらにね、山がね楽しくなるんじゃないかなと思います。皆さんももしよかったら参考にしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。